はいどうも、リュスです。今日のメインはオートミールということで、オートミールのレシピを作っていきます。今回はね、オートミールを使ったお好み焼きをね、作っていこうかと思っております。まずですね、このような形でキャベツを細切りにしてから、ちょっと粗めのね、みじん切りにしていきます。大きさとかはね、そこまで気にしなくていいので、まあ粗めのみじん切りでね、全然大丈夫です。火を入れたらね、結局ちっちゃくなるので、そんなに気にしなくて大丈夫です。で、切り終わったですね、キャベツはね、ボウルに入れてどけておきます。で、次ですね、長ネギ。長ネギのですね、ちょっと緑に近い部分ですね。今日はね、ここが余っていたので、こちらを使っていきます。全然ですね、白い部分でもね、全く問題がないので、お好きな方を使ってください。で、長ネギもですね、同じようにみじん切りにしていきます。こうやって両手使ってね、包丁の先端を軽く押さえながらやっていくと、みじん切りしやすいので、ぜひやってみてください。で、長ネギもですね、先ほどと同じボウルに入れておきます。で、最後ですね、最後は紅生姜をね、切っていきます。紅生姜入れるとね、お好み焼き結構美味しくなりますので、ぜひぜひ入れることをお勧めします。紅生姜も細かくみじん切りにしていきます。はい、で、次はですね、器にオートミールを入れて、その上から水を加えます。で、そこにですね、卵2個を割り入れていきます。特にですね、片手で割る必要はないので、お好きなように割ってください。そしたらですね、安丸だしですね、僕提供してもらってるだしになります。で、だしパックの中身をですね、半分ほどね、入れていきます。この出汁美味しいのでね、ぜひぜひ概要欄から買ってみてください。全部入れたらですね、あとはひたすらね、かき混ぜていくだけです。ぐる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 かき混ぜていきましょう。これくらいね、しっかり混ざればですね、準備 OK です。はい、では調理に移っていこうと思います。今回はですね、普通のフライパンじゃなくてね、卵焼き用のフライパンを使っていきます。そこにね、オリーブオイルを敷いて生地を流し入れていきます。火の大きさはね、だいたい中火ぐらいでいいかなと思います。焦げつかないようにかき混ぜながらですね、そこを固めていきます。卵がね、加熱すると膨らんでくるので、まあそれを潰しながらですね、均等に広げていきます。で、ある程度ですね、周りが固まってきましたら、そこにキャベツとですね、長ネギを乗せていきます。乗せ方としてはですね、端っこに行き過ぎないような形でね、真ん中中心に寄せて乗せていきます。で、その上からですね、刻んだ紅生姜も乗せていきます。あとはですね、今回はノンオイルのツナ缶を使おうかなと思いますので、しっかり水を切ってツナ缶も同様にですね、乗せていきます。すべてのね、具材を乗せましたら、周りがね、固まっているのを確認して、ひっくり返す準備をしていきます。しっかりね、火が通ってね、裏が固まってました。このように滑らすことができるので、それを確かめてください。そしたらフライ返しなどを使ってですね、返していきます。ちょっとですね、返すとこ見えなくなってるんですけれども、半分にパタッと折っていく感じですね。そのような形でひっくり返していきます。ひっくり返したらね、こんな感じ、焼き色もね、いい感じにできてるんじゃないかなと思います。あとは少し押し当てながらですね、焼いていきます。で、いい感じに成形できたなと思ったら、今度はね、また奥側に押していきます。そしたらですね、もう一回フライ返しを使って反対側にね、ひっくり返していきます。下にグッと入れてひっくり返します。よいしょと。焼き目に関してはね、まあギリギリ、ちょっと焦げる手前ぐらいでギリギリセーフというところですかね。で、先ほど同様ですね、押し当てながら形を整えていきます。綺麗に焼き上がりましたら、お皿を準備して乗せていきます。卵焼き用のフライパンで作ると、まあ、こんな感じでだし巻き卵みたいに可愛く仕上がります。で、その上からですね、お好みソースをかけていきます。斜めにね、こうやってやるとちょっとそれっぽくなるのでおすすめです。で、お好みで削り節ですね、かけていきます。まあ、かつお節でもいいんですけれども、まあ、削り節が家にあったので削り節使ってます。で、その上から最後に青のりですね、青のりを散らして見栄えを良くしていきます。こんな感じで全体に広がれば OK です。で、お好みでマヨネーズをね、ちょこっと乗っけたら完成です。いかがでしょうか。いい出来上がりですね。完成。オートミールで作るグルテンフリーお好み焼き。ではですね、早速食べていこうと思います。ちょっとどこから食べようかなって迷うんですけれども、端っこからいきます。箸で切ってね、中を見てみると、中もいい感じに火が通ってます。めちゃくちゃ美味しそう。じゃあ食べようかなと思うんですけれども、やっぱりちょっとね、マヨネーズをちょっとコットだけつけて食べていきます。ではいただきます。これですね、控えめに言ってね、めちゃくちゃ美味しいです。簡単に作れるし、味も美味しい、しかもヘルシーというところで、もうこれはね、作らない手はないと思います。ぜひ皆さん試してみてください。バイバーイ。